べん。今回はこちらビスコイトジポルビリョを紹介したいと思います。このお菓子は沖縄にいた時も食べたことありますが、その時にはあまり美味しいとは思いませんでした。多分、日本のスナック菓子に慣れていたので、これを食べた時になんか味がないお菓子だなというふうに感じたのを覚えています。でも、こちらに来て何度か食べているうちに、最近では美味しいなと思うようになってきました。では早速食べてみたいと思います。はい、このような形になっています。中はこんな感じでたくさん入っております。いただきます。薄めの塩味なんですけど、シンプルイズダベストということで、シンプルな味だけど、こう次々と食べているとなかなか手が止まらなくなる美味しさです。でもこれをたくさん食べていると口の中が乾いてきて、喉が乾きます。グルテンが入っていなくて、油で揚げていなくてオーブンで焼いているみたいなので、普通のスナック菓子を食べるよりは少し健康的かもしれません。今回の動画を気に入ってくださったら、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。またコメントもお待ちしております。このチャンネルの登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。アテマイス。チャオ。こちらはミラベウという名前のウエハースになります。ブラジル人のお友達の話だと、子どもの頃に学校におやつとしてよく持って行って食べてたようです。このお菓子は今回初めて食べます。